はい。皆さん、こんにちは。ワネルギルビッシュです。では、今回は、ポケット戦国、やっていきたいと思います。ポケット戦国って何？っていうところの方もね、いらっしゃるかと思うんですが、以前、こちらのチャンネルでもプレイをしていたんですが、戦国時代を模したシミュレーションゲームになってます。で、特に僕がこのゲームのお気に入りな点はですね、戦争画面、決戦、決戦、決戦という、戦国時代ならではのね、その戦闘戦争シーンが、ロマンシングサガ3のマスコンバットライクな感じな雰囲気が出ていて、大好きなゲームなんですけども、今回そのゲームにですね、新しく本能寺の変というのがね、シナリオとして追加されてます。有料にはなってますけどね。なので、こちらを購入して、あと決戦ルールということで、新しく決戦っていう仕組みが、これもね、拡張有料アップデートになるんですが、導入されてますので、これらを購入したので、心機一転、新しく本能寺の変シナリオでプレイしていこうかなと思っています。じゃあ、まず1582年本能寺の変のシナリオの内容なんですが、ちょっと中身見ていきましょうか。天下を震撼させた本能寺の変、激動の時代に男たちは何を選択するのか、女たちの愛の行方は、と、プレイヤーの決断が新たな歴史を切り開くということになっています。で、本能寺の変後の世界を再現する多彩なイベント群が追加されていたり、あるいは山崎の戦い、賤ヶ岳の戦い、上田城の戦いの3つには専用の戦場マップが用意されているということですね。すごく楽しみです。もう一つ決戦のルールですね。決戦を購入すると最大40対40の部隊が参戦する、決戦を起こせるようになると。決戦に勝利すれば、集結させた兵力の多さに応じて近隣の敵将にダメージを与えることができると書いてあります。今までは10対10の戦争だったのが、40対40の戦争で決戦にすることができるという内容ですね。これも楽しみです。じゃあ、早速ゲームの方を始めていきましょうか。シナリオはもちろんね、新しく購入した、1582年本能寺の変のシナリオをやっていきましょう。敵は本能寺にあり。1582年6月2日未明、織田の重臣明智光秀が突如として挙兵。本能寺に滞在する信長を強襲。わずかな近習のみを伴っていた信長は抵抗するが、突然にやっぱり撃たれてしまうという内容ですね。信長散るの知らせは瞬く間に全国へ伝わり、これを好機と見た者たちが各地で動き始める。なるほど。では、このシナリオでやっていきます。もうしばらくぶりなんで、ちょっとプレイフィーリングがすっかり忘れてしまってるんですけど、大名としては、まずは、信長はすでになくて、もうこれは青井騎兵ということで、光秀ですね。すでに大阪一帯を取っているように、おっと、始めてしまいましたね。ちょっと戻ります、タイトルね。今回は秀吉でやろうかなと思ってますんで。で、今見てもらった大阪、いわゆる畿内一帯はすでに光秀が取っているようでした。では、北陸は勝家ですね。あとは、なんだろう、信雄、信孝、この辺りが、あとはいるのかなというのは容易に想像がつきますが、秀吉はというと、いるね。毛利征伐も後引き、だのん。上様、来とめてくださろうて楽しみだきゃーとなってますけど、秀吉としては、一部の、城を領有しているという状態かな。やっぱり中国地方に拠点がある感じですね。で、隣接しているのが、宇喜多。あとは光秀というところか。あとは、常ちゃんだね。池田恒興。では、今回はね、冒頭話した通り、秀吉で始めていきましょう。これは早速本能寺の変のシナリオで、ちなみにロケハンとか一切やってないんで、ものすごく久しぶりのプレイになります。
い、というわけで今、本能寺の変、シナリオを見ていただきました。ここからじゃあプレイの方、早速やっていきましょう。秀吉です。備中高松城もあと一息で落ちるのん。落ちるのんって言ってますね。で、こちらが小六ですね。上様も間もなくご着陣という話をしています。まあ、小六はね、秀吉の配下としては最古参の一人ですからね。で、続いて登場したのが黒田官兵衛。大河ドラマにもなりましたけど。岡田准一が主演でね、大河ドラマやりましたよね。そして本当に言ったか言わずか、官兵衛がご運が開かれましたなということで、ここでね秀吉が天下を意識し始めた、まず最初の転換点というところになると思います。さて、明智を討つか毛利を討つかという二択、ここはもちろん明智でしょう。光秀討伐に向かいましょう。全軍京へ取って返し、大逆人光秀を討ち果たすのだということで、大返しですね、やっていきまーす。で、優勝。清水宗春の切腹をもって、備中高松城水攻めが終わるというところになります。さて、ちょっと設定周りだけやっておきましょうか。まずは宗春の切腹の話が出てきて、この後ですね。まあ光秀のね、本能寺の変に関しては、やっぱり、信長のね、首を晒らせなかったのが一つ大きかったというふうに言われているようですが、やっぱり、秀吉勢としてはね、信長が生きているぞって触れ回ることができますからね。で、一方、光秀の方がもし、信長の首を上げている。あるいはね、嘘でも良かったんじゃないかと思うんですよ。嘘でもいいから、信長の首を取ったと言って、まあ、誰でもいいから首を晒しておけばね、そこでまた、信長が生きてる説がなくなれば、光秀に味方してくれる武将もね、増えたんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、そういったことができなかったがために、山崎の戦い、まあ、天王山の戦いで呼ばれる、光秀対秀吉の戦いが、秀吉の方の大軍によって圧勝したという構図がね、出来上がったんだと思うんですけど、今回はじゃあまずそこの部分からプレイの方していきましょう。光秀 VS 秀吉です。で、設定周りね、ちょっとやっていきましょう。背景音交換を動脈の城の方を通知、多大名の武将の成長。うん。まあ、ここはいいでしょう。このままいきます。で、あとは、倍速でいきます。
で、佐吉はこの姫路城にはどれだけの金が残っておるのじゃ。佐吉というのは、三成のことですね。2万か。もうね、このポケット戦国は、もう苦い思い出とした、とにかく金がなくなるっていう思いしかないんで、なんとかね、やりましょう。で、秀吉、ここでね、その金を兵に配るという話になってますけど、まあ、当時、本当かどうかはね、まあわからないですけど、貯めていたお金、そのすべてを兵に与えたと言われているので、ここもね、すべて与えましょう。さあ、金をばらまき、意気揚々と言っていますが、ここで斎藤利光ですね。これは明智方です。お、ここで早速決戦になりそうだな。いやー、しばらくぶりのポケット戦国でいきなり決戦か。ちょっと、すぐ終わってしまわないように頑張りましょう。お、ここでツネちゃんが味方につきそうですね。さらに丹羽、長秀。さらに信孝ですね。まあ、信孝様というのは、織田信孝ですね。信長の三男と呼ばれているんです。いるんですって言っちゃいましたけど、信長の三男ですね。さらに、五郎座というのが丹羽、長秀です。で、池田ですね。これはつねちゃんです。というとこです。さあ、ここで敵軍団と遭遇です。兵力差は、秀吉側2万7000。光秀方1万4000です。これ決戦にはなってないね。あくまでも回戦。まずはこの回戦しっかり、勝たないと進まないのでやっていきましょう。丹羽長秀です。敵は逆進光秀。上様の仇を討ち取るのじゃ。全軍突撃です。ちょっと、一旦止めたいな。あ、でも決戦になってるんじゃないかこれ。ね、部隊数多いもん。ちょっと画面クローズアップしますね。ここに官兵衛、さらに、ここに、秀長がいるよね。え、秀吉はどこにいる？秀吉は。秀政。慶順でしょ？氏里。かも、氏里も強いよね。本当に。あとは、秀久。戦国秀久ね。秀吉の家臣。武功を重ねて大名に取り立てられたが、九州攻めで島津軍に大敗と。後に大名に復帰という、この、秀久。さらに、蒲生氏郷強いよね。信長に才を見出されたということで、まあ、軍事65になってますけど、むちゃくちゃ強いですよね。信長の野望シリーズだと。本当に強い。で、浅井家の家臣。秀吉が機内で活躍するのを陰ながら支えた慶順ですね。で、他はというと、まず堀秀政。堀秀政もね、信長の野望シリーズがとにかく強いですね。で、あとはさっき見た官兵衛。軍事70、さすがですね。小寺家の元家老、秀吉の中国侵攻軍に馳せ参じ、破業に大きく貢献。関ヶ原では九州の西軍諸大名に攻め入り領土を拡大。しかし、家康からの停戦命令を受けて、その野望がついえたという話ですね。で、秀長。もう、秀長もね、信長の野望では相当強いですね。特に内政面。まあ、全部信長の野望ベースでポケット戦国の話をずるなよというね、ご指摘もあるかと思うんですが、秀吉の弟、誠実な人柄で秀吉や家臣からの信頼がつく、副将として秀吉の天下統一に大きく貢献。まあ、秀長はね、四国征伐では、
秀吉に代わって総大将を務めた、まさに豊臣家、羽柴家の大黒柱の一人ですよね。じゃあその他の武将見ていきましょう。まずは中川清秀、あとは増田長盛、もうこのあたりはね、五奉行ですね。であとは小六、これ冒頭から登場している八須賀小六ですね。木曽川沿いに勢力を持つ川波州の統領、まあ本当に秀吉のね、家臣の中では最後さんということになっています。あとはもうこの時点で大谷義次出てますね。大谷義次もご覧の通り軍事68と相当強いです。関ヶ原の戦いでは、まあ、本当にね、三成側について奮戦した武将の一人ですね。あとは前の長安。これは秀吉の本当に一門衆の一人、数少ない一門衆の一人です。あとは加藤義明。このあたりからはおそらく子飼いの武将になりますかね。秀吉子飼いの武将。あとはここに三成がいますね。軍事30にはもうちょっとあってもいいんじゃないのっていう気はしますが、三成。で、あとは片桐勝元ですね。まあ、これは本当に、大阪の陣で、大阪側、まあ、豊臣側の、まあ、代表格の一人だった武将です。で、肝心の、秀吉がちょっと見当たらない。あ、秀吉はこの辺りにいるね。秀吉がいて、さらには、本陣衆。信孝がここにいると。で、さらに、浅野長政。長政もね、結構好きな武将なんですよね。長政も、秀吉の数少ない一門衆。まあ、ねね様側型の武将ですね。で、清正。軍事79はさすがよと。いう清正です。で、あとは正則。軍事82。このあたりもさすがだね。で、敵側はというと、もちろん、いると思うんですが、どこにいる？光秀は。光秀の本陣が見当たらない。火事再送。津田ね。あとは、どこにいるんだ？光秀は。松川正家とかって何？最初は、この辺りにいたんだね。庭に仕えていたという話？いや、それにしても本当に光秀の場所がわからない。どこにいる？いた、ここにいるね。光秀ここにいるか。ここにいますね、光秀。馬防柵が張られてるけど。そしたらじゃあ、進めていきましょう。まずは、ちょっと待ってね。どう進んでいくかだよな。さらに本陣も選択していこう。ちょっと複数選択がうまくいってないんで、ここはあえて一部隊ずつ選択していっちゃいましょう。ちょっと練習はしときます。複数部隊選択のね。ここは前へ前へと進んでいって光秀の本陣を蹴散らしましょう。んで天王山に登っている、官兵衛と秀長も前に出しましょう。まあ、敵がね構築してるっていうのはなかなかきついよね、陣地を。これ専用のマップってなってましたからね、確か。このマップに関しては。
して秀吉も前へと進みます。これでじゃあ進めていきましょう。いやー忙しいね。でもこうなるとあー結構やられてるな。ここ川から上がれないの。上がりたいな。上がりたいぞ。むちゃくちゃ上がりたい。ここ川上がらないときついな。切り込みで上がれる？上がれない。上がりたい。ちょっと待ってね。この辺りはもうちょっと突破していかないと危ないね、本当に。さあどうしよう。まずいな。上がりたい。本当に上がれない？ちょっと確認しよう。福島正則上がれないね。ここ上がりたいな。上に上がらないと結構しんどいことになってるな。いや、ここマジで上がれないの、上に。上に上がれないとほんときついわ。さあどうする。とりあえずコブは一回使っちゃおう。この鉄砲隊なんとかしたいな。お、ただここでイベントで勝利できた感じだね。なんかこの合戦自体は負けた感じがするけど。敵が崩れた今こそ追い打ちをかけに行こう。いや本当に正則とか何もしてないね。いや、これ決戦ちょっと難しいね、本当に。今まで10部隊だけだったんでね、大したことはなかったと思うんですけど。
さあ、敵の鉄砲隊をまず潰そう。あとはもう全身あるので一部隊だけ追撃しとこう。なんか変なことしてるやつがいるんで。さて、で、あとは、まさのりを一旦戻す。あと、秀久もちょっと陸から上がれないからな、こいつ。マジで。何なのっていう感じだな。使えなさすぎ。川から上がれないんだよね。こうやって見てるよね。救援に向かわせよう。さあ、ちょっとピンチになってきたぞ。勝てるのか？本当にこのままで。秀吉を一旦下げないと危ないね。いやー、思ったほか本当に苦戦してるわ。で、正則で敵の本陣を突くと。最後に鼓舞。これで決まる。で、あとは光秀がどっかにいる？もう終わってるよね。よし。いやー、決戦は忙しいね。マップが広い分。で、光秀は、落ち延びていくという状態ですね。
はい、というわけで、まずは、本能寺の変シナリオ、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。久しぶりのね、ちょっとポケット戦国で、合戦シーンがごたごたしちゃいましたけども、ちょっとね、洗練していきたいなと思います。で、この後なんですが、明智の城を落としていくという展開になると思います。で、今見てもらった通り、決戦だと思うので、今やったのが。10対10では少なくともなかったので、明智側の他の城、だいぶダメージを受けているはずと想定して、明智側のね、城を次々落としていきたいというふうに思いますので、次回以降もぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。では今回はね、一旦ここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。